はい、皆さんこんにちは、フラアーティストシンです。今月はユーチャリスやおでまりを使ったアレンジメントを皆様に紹介します。このユーチャリスというのはね、縦に伸びるラインが綺麗な、お花ですね。そしておでまりというのはこうどちらかというと流れる、横に流れた流したりするラインが綺麗なお花です。こういうね、お花をアレンジして、ミックスしてアレンジしていく場合は、それぞれの花材の特徴を捉えて、適材適所にお花を配置していくっていうことが大事なんです。今日はですね、このおでまりを、じゃあどこに配置するのか、ユーチャリスをね、どこに配置するのかっていうのを、実際にですね、皆様にアレンジの、制作のアレンジの中で見ていってほしいと思います。では、花材紹介からいきます。どうぞ。はい、それでは花材紹介いきます。こちらがユーチャリスです。はい、でこちらコデマリですね。はい、こちらがパールブルーになります。はい、こちらがグラジオラスのトリスティスです。こちらがアスチルベですね。はい、こちらがトルコキキョウイエローです。はい、でこちらがビリオグラタスですね。以上です。はい、ではアレンジメントを始めていきましょう。まず最初にこちらユーチャリスから挿していきます。このように縦のラインをユーチャリスで挿します。その次にこちらですね、コデマリを刺していきます。で縦のラインと横のワイドのラインですねをこちらで取っていきます。はい、こちらでコデマリがすべて入れ終わりました。このコデマリを入れることでこのアウトラインですね、横に出るアウトラインとかこうワイドを出すアウトラインが出来上がります。縦がユーチャリスですね。でワイドがコデマリ、横ですね、横がコデマリで、これでアウトラインを取ります。はい、では次にこのミリオをファンデーションワークで入れていきます。ミリオはですね、こうレザーファンなんかよりも柔らかくて、このコデマリなんかとの相性がすごくいいですね。はい、こちらファンデーションワークのミリオがですね、入れ終わりました。はい、では次にですね、こちらのアスチルベですね、アスチルベを入れていきます。はい、こちらでアスチルベが入れ終わりました。このアスチルベを入れることによって、このアレンジメントの全体のこのフォルムというのが出来上がってきます。このフォルムを先に作ることによって、その次に入れる花材ですね、の配置がとても分かりやすくなってきますので、順番としてはこの順番で制作しておく方がアレンジは優しくなります。はい、では次にですね、こちらのイエローのトルコキキョウを入れていきます。はい、こちらでイエローのトルコキキョウが入れ終わりました。はい、では次にですね、このパールブルーをアレンジに入れていきます。はい、こちらでパールブルーがすべて入れ終わりました。
はい、次にですね、こちらグラジオラスのトリスティスですね、こちらをアレンジメントに入れていきます。はい、こちらでグラジオラスのトリスティスがですね、すべて入りました。こちらでこのアレンジメントは完成になります。はい、今月のアレンジメントいかがだったでしょうか。このね、それぞれの花材の特徴を生かして適材適所に配置していくというのがですね、どのアレンジにおいてもすごく大事なことなんです。ですからね、このお花はね、右向いてるかな左向いてるかなとかね、この葉っぱはじゃあ右向きに適してるのか左向きに適してるのか、そういうことをね、こうきちんとよく見てアレンジしていくと、数段、それだけでね、数段目のアレンジメントを作ることができます。ではですね、今月のアレンジメントをこちらで終了したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.